ーバーテイクエクストラ。いいっす、二人とも。あ、ひなた。同じクラスで最近やたら F4 に興味持ってて、休み時間のたびになんやかんや話しかけてくるひなただ。うん、同じクラスで最近やたら F4 に興味持ってて、休み時間のたびになんやかんや話しかけてるひなただよ。屋上で弁当食べてたんだ。うん、教室だと騒がしくて落ち着かないってコタが。悪いなひなた、俺は今真剣に向き合ってんだ。この小さいボディの中に目水や計画論を持ち続けてた弁当っていう俺たちのエンジンの白素感だ。カッコつけて言い慣れないこと言うから。あと弁当はどっちかっていうとエンジンよりガソリンだと思う。エンジン？ガソリン？どういうこと？コタが弁当当番の日はいつもこうなんだ。弁当全体の色合いまで気にして、隙間に細々した副菜まで詰めて。うわすご、めちゃくちゃ凝ってるじゃん。うん、こんなに凝った弁当作ってくれるのはすごくありがたいんだけど。あ、この卵焼きカニカマ入ってる、一切れちょうだい。ひなた、お前何してんだ。レーサーゴミを崩す気かこの野郎。レースって何？俺が考えた最強の弁当内レーサーゴミに決まってんだろ。まずは鮭からの米一口からの、昆布いって米二口からの、卵いって米一口。ここで卵焼きがなかったら米が一口余るだろうが。ああ、そういう。一口くらいおかずなしで行きなよ、めんどくさいな。めんどくせえってあるおめえ、それでも本当にレーサーか。寸分の狂いなく調整されたマシンで完璧にレースを駆け抜けるその大切さがおめえには分かんねえっつうのか。俺がこの弁当つレギュレーションにどんだけ悩まされてきたと思って。え、何これ何これ、弁当以外の時もこうなの？いや、弁当の時だけ。家で夕飯作る時はむしろ適当。小牧のおじさんが言うに、弁当箱におかずを詰め込むっていう細かい作業がメカニック魂を刺激するんじゃないかって。メカニック魂。コタ、こう見えて凝り性だから。あー、ブロッコリーの後に米をさっきちまいっちゃった。くそー、今度は鮭だけを食ったか。どうでもいいけど。めちゃくちゃめんどくさい。